ムバーラク・アルカビール県の位置ムバーラク・アルカビール県はクウェートの県である。単にムバーラク県とも呼ばれる。県とはムバーラク・アルカビール。1999年11月にハワリ県の南部を分割して新設された。県及び県との名称であるムバーラク・アルカビールはムバーラク大首長の意でイギリスと結びクウェートを オスマン帝国の支配から解放したサバー派家の第7代当主、ムバーラクビンサバーハー、イコールサバー派を記念して命名された。ガバンレイツオブクエイト、statoids.com2021 年6月24日閲覧。ムバーラクアルカビールの名を冠するものは、クエイト国内に多数存在し、例えば、クエイト市に近接する。 マディナ・アルハリール再開発地区のランドマークとして計画されている超高層ビルもブルジュム・バーラク・アルカビールと命名されている。ありがとうございます。